それでは日本史の期末テストを開始する。はじめ。名前の書き忘れ0点になるからな、気をつけろよ。でもカンニングしてないね。カンニングしてない宮沢。え、宮沢。カンニングしてない。いや、あのテストの緊張からかどうも息苦しいんですよ。息苦しいんだ。はい、あの、うん、フオリウノのマスクがどうも慣れなくて、うん、不織布ね。あれ不織布って読むか。あれですかね、あんまりこう手隙間開けない方がいいですかね。いや別に息苦しいんだったら多少は大丈夫だけど。あ、そうですか、わかりました。まあいいや、頑張って、はい、うん、やっぱ怪しいんだよな。怪しいんだよな、宮沢、ごめん、あのさ、ご時世利用してるでしょ。ねえ、ご時世利用してるでしょ。いやいや、あの、息苦しいだけなんですよ。いや、あのさ、こっちもね、今それ取り上げて中身確認するわけにはいかないの、衛生上。もしそんなに疑うんだったら、ね、うん、マスク外してもいいですか。あの、僕的にはその方が息苦しくなくていいんですけど。いや、それはダメだよ。だったら集中させてもらっていいですかね。この日のために一生懸命勉強してきたんですよ、うん、いや、わかるよ。集中させてください。お願いします。集中させてください。いや、わかるんだけど、もう覗き込んじゃってるから、もう覗き込んじゃってるから、もうね、宮沢、うん、そして換気タイムの長さね、うん、あのね、息吸っ、空気取り込んでる割には長いのよ、時間が、空のペンの進み具合ね、換気タイム後のはかどり方がすごいの、宮沢ね、覗き込み、換気タイムの長さ、ペンの進み具合、もうこれで令状出てんのね。ご同行願えますかね。へえ、息苦しい。ひと芝居打ってきたね。だいぶしらじらしいこと、だいぶ追い込まれてるでしょ。ねえ、そんなしらじらしいこと、だいぶ追い込まれた時こそ攻める姿勢ね。うん。すごいね、もうね、大胆な行動出るね。もうね、宮沢、もう光取り込んでんじゃん、もう。ねえ。もう息捨てるだけか、空気取り入れてるだけか、うん、もういいや、ごめん、もうガン虫決め込んでんなもんな、うん、もういい、頑張ってな。なお前、もうそれやめろ、それ息苦しい、なあ、それやめろよ、腹立つな、一番腹立つわ、それムカつくな、もう大胆な行動に出るね、ねえ、もう俺が横にいようが突っ走る気でしょ、なあ、おい宮沢、なぜ書き込めてんの、それで透過性あんの、それなあ、ずらして見てんのかもしんないって言って、もう口出てるからね、えもうたまに鼻出てる人見かけたことあるけど、口出しは初めてだよ。なあ、おい宮沢、お前新しいのと変えろ、新しいのと変えなさい。ええじゃない、早く変えないと0点するからな、早くしろ、早く変えなさい。何してんだお前マジで、なあ、ちょっと待てよ、おい、なあ、なんだその身長5メートルの人がつけるマスクは、絶対カンニング用だろ、おい宮、もう20世紀少年のように、20世紀少年の友達のようにねえ、もう新しいの持ってくるから、お前ちょっと待ってろ、はい、お宮沢これにして、宮沢、おいこれ変えろ、変えないんだったら0点にするぞ、取れ、早く、そんなさっきのもよこせ、チェックするから、はい、これして、お前何考えてんだマジで、うん、ちょ、何も書いてないけど、じゃあそれ何やってんの